ザクザクな衣わかります？まあまあリモンを添えていただいて。どうメリークリスマス、リュウジのお兄さん、キュウジです。そんなこんなでやってまいりましたけども、今日はもうほんと聖夜ということで、セイントセイヤ、ペガサス流星拳です。カップルともにはね、前回のクリスマスの時にはね、あれを作ったんですけどね、気候のフライドチキン、パンの中で一番の神回と言われてる回なんですけども、俺が荒れてるっていうね、はい、今日はね荒れません。なぜならみんなの聖夜を応援したいからということで、今日はレッドホットチキンを、やっていきたいと思います。これを食べて汗だくになっちゃえばいいということで、最高に美味しいレッドホットチキンね、ケンタッキーとかであるやつね、それは僕なりで作るっていうレシピですので、今からやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、まず鶏もも肉、まあ 300g から 350g ぐらいの鶏もも肉を用意してください。で、あと、卵が1個です。で、ニンニクが1個と、スパイス今回使います。あるといいのが、ガーリックパウダー、チリパウダーでございます。チリパウダーはね、クミンと唐辛子とガーリックとオレガノが入ってる混合スパイスなんです、チリパウダー。これ使ってください。これ1本あるとめっちゃスパイティーです。スパイティー、じゃあやっていきます。クリスマスだからワイン飲めばいいんでしょ。たくよー、浮かれ上がって、こっちだ11月だっちゅんじゃん、撮影日。ということで皆さん、メリークリスマス。あんまね、シャンパンでも用意したらよかったかな、シャンメリー。じゃあやっていきたいと思います。まずですね、ニンニクはね、さっきね、オープニングで僕剥いちゃったんで、このまま、後ですりおろします。はい、あとは、もう鶏肉の処理です、これ。こうやって、皮下に置いとくじゃないですか。で、これをね、まあ、そしてさっき飲んだ、ワインの瓶あるじゃないですか。叩いていきます。クリスマスキャロルがで、こんな感じで叩いていくんですよ。これなぜ叩くかというと、別に憎しみを込めてるわけじゃなくて、叩いてね、薄くしていくことによって、大判にするとね、衣もいっぱいつきますし、サクサク感が増しますから、別に恨みがあるとかじゃないです。で、これぐらいね、こう平たくなりますよ。で、切りやすくもなりますから。で、その後で味を染みさせやすくするために、こうね、君と僕の二人も、だからなんかね、マライアキャリーとかじゃないんだよね、稲垣潤一だからね。やっぱどちらかというとクリスマス切ないイメージがあるんで、僕はやっぱそっちの曲ですね。お肉を串刺しにしました。こいつを切り分けていきます。で、切り分けるのは3等分に切り分けたいんですけども、まずね、こっちね、ちょうどね、叩くとね、こうやってね、いい感じ分かれるんですよ。まずここ切ってください。はいはい、これ1枚で、今度縦にしてここ半分に切る。はい、これ1枚、これで3枚分。はい、いい感じでね、切り分けられるんですよ。で、皮とかが苦手な方は、余計なところを切ってもいいんですけど、僕皮大好きなんで切りません。ということで、漬け込みに行っていきたいと思います。叩いて串刺しにしたこのお肉をここに入れていきます、ボウルにね。はい、じゃあスパイスを、入れていきます。チリパウダーですね、小さじ半分入れていきます。はい、これでね、かなりスパイシーな香りと味がつきますんで。で、ガーリックパウダー小さじ半分取っちゃいましょう。はい、これパラッと、これでスパイシーな香り、つけていきます。なかったら生のニンニクでもいいんですけども、結構生のニンニクって香りきついので、パウダーの方が使いやすいんじゃないかなっていうふうに思います。あと味付けにコンソメ小さじ半分を揉み込みたい。で、これ塩、お塩もね、そこそこ入れます。はい、小さじね、半分ぐらい入れますね。はい、で、お酒、ね、小さじ1杯、ちょっと水分と、欲しいので。そしたら、かけたらこう、鶏肉にね、このスパイティーを揉んでいくんですね。はい、
もみもみで、これで漬け込みできればね、30分ぐらい漬けていただきたいんですけども、叩いてるしフォークでもぶっ刺しておりますので、時間がなければ15分ぐらいでも平気です。じゃあこのまま漬け込みましょう。その間に衣を用意します。フライドチキンですからね、かなりちょっと手間がかかるんですけども、その分ね、めちゃめちゃザクザクで美味しい感じになります。で、あとね、薄力粉で、これね、大さじ2杯入れます。これが衣になっていきますね。で、ここにまたね、ここにコンソメ入れるんですよ。コンソメ半分入れるの。衣にも味がついた方が全体的に馴染みますから、ここでおろしにんにく、ちょっとね、今回大きいおろしにんにくなんで1個もいらないかもしれない。まあ、ちょっと残しましょう。大体 5g ぐらいって覚えておいてください。おろしにんにく入れましたね。で、ここにお塩ね、ひとつまみ入れてください。ひとつまみでいいです。で、ここに、タバスコですね。タバスコ小さじ1杯ですね。これ辛みの素ですね。あと酸味もつきます。で、一味唐辛子小さじ1半、そして混ぜますね。じゃあ混ぜていきます。まあでもほら、レッドホットチキンですからね、やっぱ辛くないと、やっぱり辛くないとダメですよ、やっぱり。まあ、これが衣になりますね。はい。そうしましたら、まあ肉ね、休ませるのもうちょっとありますんで、肉が休ませたら揚げに入っていきます。じゃあですね、まず手頃なフライパン、ここにですね、油もね、ちょっとね、多めのがいいです。いつもね、結構ギリギリのラインの油やるんですけども、今回ね、フライドチキンなんでちょっと多め、 1.5cm ぐらいあったらいいかな。そうですね、 1.5cm ぐらい入れてください。なんかね、全体が浸かるぐらいやった方がいいですよ、これ。そしたら中火でやってください。そしたら今度、お肉ね、スパイスに漬け込んだ肉、鶏肉、これね、卵液にもう入れちゃってください。全部で揉み込む。おっ、辛そう。で、油十分温めておいてください、これね。じゃあ全体に絡まりましたら、この薄力粉ね、薄力粉につけていきます。で、ここで重要なのが、薄力粉結構つけることなんですね、これね。こうちゃんとこの薄力粉をバチッとつけることで、ザクザク食感のフライドチキンになりますので、これはね、ちゃんとつけるね、ケチらない、薄衣じゃないですね。フライドチキンね、年に作ることなんか何回もないでしょうから、厚衣でね、この日ぐらいはね、厚衣にしてください。で、入れていく。はい。で、次も同じね、厚衣でいきましょう。はい、厚衣重要です。厚衣二郎です。で、こいつを厚衣つけて、で、ここに入れていくと。はい。で、これ、ね、じっくり揚げていきます。いいね、めっちゃクリスプになってますよ、皆さん。で、このまま全体が揚がらないんで、ちょっとほら、どうですか、クリックリですよ、クリックリ、クリックリ。なんかクリック、あ、クリスプってますね。で、まあじっくり揚げていくわけですけども、これね、二度揚げしていくんで、唐揚げは僕一度揚げでいいって言ったんですけども、フライドチキンの場合はザクザク感を売りにしてますんで、ザクザクにしてほしい。だから、ザクザク感を演出するために二度揚げしていくんですね。最初は中火、ちょっと強めの中火ぐらいで揚げていって、一回取り出して余熱で温めた後にもう一度揚げていく、ね、これが重要でございます。ほら、このザクザクな衣分かります？ほらほらほら、ザッコザコですよ、もう本当に。だいたいね、時間にしてね、お鶏肉入れて、まあまあ3分、4分ぐらいやったら、一回ね、この色ですよ、皆さんね、この色ですよ。はい、こんな色、この色ね、この色になったら一回揚げましょうか。クリスピーな
感じになっておりますよ。こってりと、はい、まだね若干中まで火が通ってない感じなんで、ちょっと火力上げます。まあ本当に強火と中火の間ぐらいに。でこっちはこっちで、ちょっとね2分ぐらいちょっとお肉休ませます。でその間に、油の温度上げていきます。はい、じゃあ、まあ、2分ぐらい戻ってます。それでこれねちょっと高温になってますからね、最後に高温で揚げていく。でこれもね、あの1分もやらないから、本当に1分ないしぐらい。はい、これぐらい。最後にこれぐらい高温で揚げて、でこれでもうザッコザコのフライドチキン完成しました。ほらこの揚げ色いいでしょ、この色、これなんですよ。ということで盛り付けていきます。じゃあもうこれはお、いいんじゃないですか、赤みがあってほら、まあまあリモンを添えていただいて、ということでこちらでレッドホットチキンの完成です。はい、それではできましたので、いただきます。いただきます。あー、いやでもレッドホットはビールでしょ。レッドホットはビールです。いただきたいと思います。いただきます。うわ、え、やば、うまっ。ビール合うなこれ、うまっ。これもザクザクで、で中はジューシーで、一味あんなに入れたのにね、そんなにねバカみたいに辛くないです。クリスマスにシャンパン飲んでる場合じゃねえ、ビールだよこれ。ちょっと味変でレモンいっちゃいましょうか。やばこれうまい、辛さちょうどいいね。でまた漬け込んだ肉のうまいこと、チリパウダーのスパイスが効いてて、めちゃくちゃ完全に店の味。よいしょ、ハッピークリスマス、ニューイヤー、ニューイヤー、いただきます。めぇ超うまくね。やば、骨もないし食いやすい、骨がないのがいい、お子さんでもいい、肉汁もめちゃくちゃ溢れてる。卵コーティングしてるから肉汁が出ないんですよ、だからめっちゃジューシー。もう2人も食えばよいしょ、イエーイ、プリズンパーティー、イエス、パーティーナイト。うわ、うまっ。うまいでしょこれ。めちゃめちゃジューシー。たぶんそんなめっちゃ辛いわけ、なんかめちゃくちゃ普通にうまいスパイシーチキンだよね。そうそう、完璧になくなったね。うまっ、うまい、すぐ食っちゃったこれ、やば。じゃあプレゼント交換会しよっか。行きますか。一応あのうち24日は金曜日で撮影の予定。ああ、じゃあその日にクリスマス交換会。クリスマスクリパ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 ということで、作ってみてください。クリスマスに最適。めっちゃ美味しいです。しますか。クリパー、クリパ。まあクリパーはちょっと、まあそこちょっとね、仕事入るかもしれないからちょっと。マリオパーティー。マリオパーティー。マリオパーティーもマリオカートもあるよね。マリオパーティー。マリオカート。いやまあスマブラでいいな。結局スマブラやってるんだ。クリスマスも買い。俺らの最大の娯楽スマブラだもん。じゃあ分かった。じゃあ仕事入らなかったら、もうそれを全部生放送しよう。あ、スマブラを。いやもうあのクリップ、うちらのクリップは4時間。クリップは4時間。
パソコン放送事故になる放送事故になる。いや、あの放送事故をもうちゃんと1週間前から告知して放送事故で見てください。ちょっと週間あります。